こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、 YouTube インスタのライブの中でたくさん質問がどう流れてきて、一つずつこう選んでお答えしていってるんですけど、なかなか全ての質問に答えられないので、この動画を通してライブの質問に答えていきましょう。コーナーパート5いきたいと思います。頑張れんでええで、適当でええで。はい、ではいただいている質問を読んでいきます。ゆな T さんです。ありがとうございます。2歳4ヶ月の男の子のママです。保育園に行くのを嫌がって困っています。お菓子やお気に入りの人形などで誘い出しも効果がなくなってきて、今では泣いて嫌がるのを無理やり車に乗せて送っていってるような状況です。送った後の園内では楽しそうに遊んではいるそうです。子供が保育園へ進んでいけるような工夫はあるのでしょうか。はい、まだ2歳だもんね。いろんな気持ちあると思いますよ。私たちもさ、仕事やあ、もう仕事やりたくないなっていう日やったりとか、もう今日ご飯作りたくないよ、もう洗濯ももういいわ、もうほっとこうかな今日とか、そんな気持ちの時ってありますよね。なんかなかなかこうスイッチが入るまでお尻が上がらないみたいな。でもなんかやりだしたら、あ、まあできたみたいな、ね、動き出したら意外とできるんだけど、動くまでがしんどいということがね、私たち大人にもあるんですけど、これはもう子供も一緒だと思うんですよ。でやっぱ2歳まだね、ママと離れたくないっていう気持ち、うん、ただただそれだけやと思うんですよ。でこれがでなんかママにこだわってこう執着しちゃうのが愛着形成ができてないからとかっていうことを言う人もいるんですけどね、いや2歳ですよ、まだママのことが大好きで一番大好きな人と一緒にいたいっていう、もうすごい単純な思いだと思いますのでね。なのでその気持ちにとにかく寄り添ってあげるっていうことが大事かと思います。まあ、月並みの答えなんですけどね、もうそれが全てなんですよ本当に。だから嫌とか言わないの、頑張っていくよとか、なんでそんなこと言うの毎日とか、あとは保育園楽しいよとか、いや楽しいねんやろうけども、でも子供はそれが楽しくないと思ってるから嫌だって言ってるんだから、それを楽しいよって言われるのって、いやあなたは分かってないみたいになるんでね、もう楽しないねんな、お友達と遊ぶの嫌やな、先生嫌やねんな、給食食べたくないな、行きたくないよな、そうやんな、そんな気持ちの時あるもん、行こうかですよねでこれが園に行ってもずっと泣いてるとかね、あとお友達と遊べないとか、給食が食べれないとか、あとはその嫌だっていう気持ちが身体症状として現れる、熱が出たりとか下痢をしたりとか嘔吐したりとかね、じんましんが出たりとか、そういうこう体に症状が現れてる時っていうのは、これも SOS のサインなんで休ませてあげないといけないんですよ。でも嫌やって朝は毎朝も大騒動やねんけど、行ってしまえば楽しくて、迎えに行ったらむっちゃ元気に帰ってくるっていうことであれば、単にその朝の気分がっていうだけの話だから、ひたすら共感をしてあげて、そうやんなそうやんなそうやんな、そんな時ある行こうって言って、もうしれっと連れていく、もう先生にはいって渡す、はいって言って帰ってくる、もうこの繰り返しをしてるうちに、もうどうやろうね、1年も経たへんうちにもう元気に行ってきますって行けるように、大体もう年少さんぐらいになったらなってくると思いますのでね、うん、もうしばらくの我慢かなと思うから、朝ちょっときついけどね、さあ今朝もまたバトルや、仕事の前も職場着いたらもうグダーみたいになりますけども、もうこれ期間限定のことなので、なんとかね共感認めてあげる、絶対子どもの思いを否定しないということで、はい、頑張ってみてほしいなというふうに思います。はい、次はミーヤリサさん、はい、ありがとうございます。1歳2ヶ月の娘を育てています。ハイハイと捕まり立ちが遅く、まだ歩いていません。太ももの筋肉が弱いためリハビリに通ってくださいと病院の先生に言われ、リハビリに通っています。太ももの筋肉が弱いってことってよくあることですか？歩けるのか心配ですということですね。はい、1歳2ヶ月で、そうね、まだ歩いてないっていうこと自体は別にまあ普通やなと。遅い子って1歳8ヶ月とかで歩くんでね、はい、すごい個人差あるから、1歳2ヶ月で歩いてないこと自体は別にいいかなと思います。ただそのすごい関節の可動域が広くて、めっちゃ体バレリーナみたいに柔らかい、グニャーンって柔らかいタイプの、こう関節も柔らかくて筋肉がすごい柔らかい子っていうのがいるんですよね。でそれが止まっていて歩けないっていう場合は、ちょっとねやっぱりリハビリが必要になったりっていうこともあるんですけども、これね多分ね、この子の場合はほんま他にいろいろこう症状があるっていうことではなくて、単に太ももの筋肉が弱めで歩けていないというだけで、他にこれもっていうこといろいろ合併して起きてないのであれば、
おそらく良性のね、立ちの悪くない筋緊張の低下症かなというふうに思います。だから要は筋肉のね、緊張とかこう弛緩とかっていう調整するその機能っていう部分、そこの神経が未発達なわけですよ、赤ちゃんだから。ただそれだけのことで今歩けてないっていうことやと思うんですね。ただもっと言うと、ほんまに小脳のね、病気、脳の病気であったりとか、あとは先天性の染色体異常に伴う病的な筋緊張低下によるこういう歩けないっていうことも、他にも原因っていうのはあるんだけど、まあ、そういうものが否定されていて、ただ太ももの筋肉が弱めで歩けてないっていうだけやったら、多分良性のものだから、これ上手にリハビリしていったら、もう言うてるうちに絶対歩くようになって、で日常生活に特に支障もきたさないし、運動制限があるとかみんなより何かができなくなるとかっていうこともないと思いますので、まあ長期戦でみんなよりプラス1年ぐらいちょっとゆっくりやったね、赤ちゃんの時に、あ、そうだったっけみたいな、はい、縄跳び二重跳びとかも普通にやるようになりますよ、小学生になったら、はい、だからそんなに心配しなくていいと思います。うん、だからまあよく悪かったら、そのよく悪っていうことではないけど、でもまあちょこちょこ聞きますしね、良性のこの緊張低下症っていうのは、はい、なので根気よく理学療法士さんとかとね、 PT さんと一緒に指導を受けながらリハビリ楽しんでやってもらう、もう遊びに変えつつ、歩くことを目的ゴールみたいな、うんってするんじゃなくて、もう遊びの一環として通ってて楽しいなみたいな、うん、遊びやな、ラッキーやなぐらいのね気持ちでママがね関わってあげたらいいかなというふうに思います。はい、リサさんです。切迫早産についての質問です。27週2日の時に今までお世話になっていた産院では子宮頸管が 3.8 センチあり問題なかったのですが、翌日に里帰り先の大学病院で検診を受けたところ、2センチ、長くとっても 2.4 センチしかないわと言われました。1日でこんなに短くなることはないと言われたのですが、本当にそうなのでしょうか。今は安静指示が出ているのですが、改善するものなのでしょうか。はい、ということです。あのね、いや、これ私あの産婦人科の医師ではないので、あんまりこう断言したらあかんかもしれないんですけど、経管の経管長ってある日突然短くなることって私的にはあると思っています。いわゆる切迫早産ね、子宮収縮、定期的な子宮収縮があって、で経管が短くなったり子宮口がちょっと開いてきたりっていう、いわゆる切迫早産でいきなり経管長がグワーンって短くなることっていうのはないと思うんですけども、その切迫早産になった大元の原因が、先行するものが例えば子宮経管無力症、何もない、お腹も張ってない、子宮収縮もない、何も自覚症状がないにもかかわらず、もういきなり子宮口が柔らかくなって、いきなり開いて、いきなり破水して早産とか死産ってね、これ子宮経管無力症って言うんですけど、こういう病態があるんですね。その場合っていうのはほんまにもうちょっと前の検診まで何にもなかったのに、ある日突然経管が開いて破水して、みたいな、順調って言われてたのに、みたいなことっていうのが起こりうるんですね。だからその切迫早産になっている大元の先行する理由にもよるのかなとは思います。あとは病院のその先生の測り方、経管のもうエコーもね、もうちょっと多めに取り張る先生とか、ちょっと少なめに取り張る先生とか、まあいろいろなんですよ。例えば赤ちゃんの推定体重とかでも、この先生測ったら多めに出るよねとか、この先生測ったらいつもちっちゃめに出るよねとかあるんですね。その先生の個性っていうかな。うん、そんなんもあるから、まあね、3.8 センチあったやつが2センチってこんなに短くなるっていうのはどうなんかなとは思うんですけど、まあでもあの誤差っていうのは出るかなとは思います。で、とりあえずまあ安静指示が出てるっていう、これはだからもし経管無力症だったとしたら、これは安静がもう絶対に必要になってくるのでね、勝手に柔らかくなってくるところに重力がかかると破水とか促したら困るから安静なんですよ。でも経管無力症がなくての単なる何にも理由がないのにお腹が張って切迫早産っていう先行する病態がない場合は、これ安静は必要なのかどうかっていうのは今これ世界的にもすごい議論されてるようなね、必要かどうかどうなんっていうね、安静にしたところで早産率って変わらない、赤ちゃんの在宅手術も変わらないっていうエビデンスがあって、これ今すごい議論されてるところなんですよね、産科医療界でもね。なのでまあもしその切迫早産に先行するものが何かあったとしたら、でもこれ見極めるのめっちゃ難しいから、念には念をで安静にしとこうかと、何にもなかったらなかったでええしっていうことなんかなとは思うんですね。うん、でまあ27週で
2センチなので、まあ多く見繕って 2.4 っていう、これそんなめちゃくちゃ短いわけではないと思います。もうダメな時って15ミリ切ってきたりとかしますからね。そういう場合も相談率ってすごい高いねんけど、まあ2センチあればまあ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 なんだかんだで結局積算37週超えたやん、予定日みたいなこともよくありますのでね、まあとにかくお腹が張ったりとかっていうのを極力やっぱ減らしてもらった方がいいから、まあ安静とまではいかないけど、なぜお腹張ったら絶対休むみたいな、絶対無理しないっていうね、そこら辺を気をつけて過ごしてもらうっていうのでいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ゆかりびよさん、はい、ありがとうございます。4歳の息子が遊んで遊んでとずっと言ってきます。子供と遊ぶのが苦手で苦痛に感じるのですが、ダメな母親でしょうか。これ分かります。もう4歳5歳の子供ってなんであのママママママ一緒に一緒にって言うんですよね。もう無理ってなりますよね。あ、めっちゃ分かります、はい、遊べないそんなにって、うん、でもそんな風に思ってしまって、こう一緒に子供の視点に立って一緒に何々にしないで出てってもくださいとか言ってごっこ遊びとかね、車こんなして走らせたりとかね、得意なママさんはすごいなと思うんですけど、苦手な人結構いらっしゃると思います。やっぱあの知能が全然違いますからね、子供と大人でね。それをこのちっちゃい4歳5歳児に合わせるってなかなかハードル高いことやと思いますので、苦手でいいと思うんですよ私。それができひんからダメな母親じゃないし、母親がね、ママが絶対してあげないといけないのって、こう子供と一緒に遊んであげるというよりも、とにかくこう対応的な応答的な関わりっていうんですかね、こうあのやり取りがあるっていうことがあればそれでいいんですよ。で、子供が遊んでってそれが苦手やったら、ママの得意なことに向こうを引き寄せてしまえばいい。例えばだから、まあ、ちょっとこれ面倒くさいですよね、子供と一緒に料理でも面倒くさいんですけど、二度手間やし時間かかるし鬱陶しいんですけど、でもそっちの方がまだできるわっていうことやったら、子供がプラレールで遊ぼうって言われても、プラレールちょっとな、トーマスなってなるんやったら、ちょ料理一緒にせえへんみたいなので読んで、卵一緒に割ってみるとか、かき回すのやってとか、男の子も料理大好きなんでね、はい、そうなんで、自分がまたこれやったら子供と一緒に楽しめるかなぐらいのものにあえてこう洗脳してこっちに引き寄せてしまう、子供とじゃなくて私のやつにそっちが合わせてみたいなで、うん、そんなんでね関わりを持ってあげたらいいかなとは思います。でも基本的にはね、ちゃんと食事を食べさせてあげて、排泄のお世話をしてあげて、あったかいお布団を準備してあげて、清潔を保って、服もちゃんと着せてあげてっていう、この日常的なお世話ですよね、これをちゃんとママとして基本的なことをちゃんとやっていれば、それでダメな母親でも何でもなくて、それさえやってればそれでいいんですよ。うん、だからそれにプラスアルファして、これもしてあげな、あれもしてあげな、子供の話しっかり聞いてあげへんかったらダメなママやとかって思わないでくださいね。得意不得意あるんでね、できひんだったらできひんでもいい、でも私ちゃんとご飯食べさせてるしな、うんうんうんってね、ちゃんと服も毎日着替えさせて、お風呂も入れてる、よしママできてる、でそこで自分のね気持ちを上げてもらったらいいと思うんで、自分の自己評価を上げてくださいね、はい、遊べることがいいことでは決してありませんのでね、ママが得意なことに連れ込んでしまうっていう作戦で行ってみたらいいかなというふうに思います。はい、ということでライブの皆さんからの質問にお答えしますシリーズパート5でございました。まだまだ続きます、ありがとうございます。はい、12人産んだ助産師ひさこの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。笑顔で子育て応援したくて作っちゃいました。バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで適当で。